はい、こんばんは、ラブランチでございます。実は今週ちょっと喉がね、風邪ですね、風邪っぽかったんでしょうね。ちょっと喉が腫れてきちゃいそうな感じで、なんか咳でないんだけど感じになって、めった風邪薬飲まないんですけど、そんなことをしつつで、実はちょっと歌やめとこうと、大事な喉なんで、はい、で、リミックスと、セルフルバンドをちょっとね、いっぱいやってたということなんでございますよ、実は。はい。ほんで、昨日と一昨日と、自分の中ではちょっとこうさらっと作ったというか、作ったまんま、特にセルフルバンドやるとかそういうこと考えずにふっと出てきた曲をひゃってやったっていうね、漏れなくもらえたビールグラスと、パンク修理と、作った時期非常に近いんですけど、まあ、それをね、セルフルバンド、してみたらいいじゃないかというような感じでね、やったわけですけども、まあ、今日もね、まだ若干ちょっとなんか違和感あるんで、今日もちょっと歌やめとこうと思って、何やろうかなと思ってさ、なんか谷村さんの前のテイクのやつちょっとリミックスしてベースでも入れてみようかななんとも思ったんだけど、一曲ね、すっかりそれこそセルフルバンドでやろうと思って作ったのにやってね曲 を発見したんですよ。今年の夏は結構ねセルフルバンドやりまして、まあ、ちょっとリズムもんといいますか、ロック調といいますかの曲も書いてて、あのあれね、なんだっけ、地球温暖化の歌とかさ、すぐ曲名忘れちゃうんだよね、あ、タムロックとかね、前を持ってとか、タグチとか、タッ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 タグチとか、やってたわけなんですけども、あれなんだっけ、地球温暖化の歌、熱くしたいわなとかね、やってたその流れで一曲作った曲があったんですけど、本当に忘れてましたね。そのギターだけでやった動画出してるんですけど、その動画いつも消しちゃうんですけどね、容量の関係で保存場所ないから。でそれをリミックスとかセルフルバンドした時はしょうがないから、 YouTube をパソコンとかテレビとかで流したのをスマホで撮って、だからこうよく見るとね、網目が入ってるね、こうメッシュみたいにこうなってるやつはあれパソコン画面撮ってるんですよ。そこにまあ音かぶせとかやるんですけど、これはね今日のはねちゃんと撮ってあったんです、動画が。それすら忘れていたというね、はい、ということで、いやそれはもうおつらい向きじゃないですかということで、今日やったのが中間の歌っていう、高校野球見ててね、思いついた曲で、宇宙間真っ二つとかいう、中間みたいなね。で私中間が好きなんで、好きというか、なんかそういうポジションに入りがちな人なんで、いつもね、なんか間持ってとか、今の仕事もそんな感じだし中間は大事だよって曲作ったんですよ、中間の歌っていう、はい、それを今日はセルフルバンドしてみたんですけど、これなんでしょうね、まあロックっちゃロックとちょっと跳ねるロックですかね。ドンツタンツドンツタンツドンツタンタトントタンとタンとタンじゃなくてドンとタンタトントタンみたいな、そんな感じな、曲でございまして、でベースね、ここのとこちょっと指弾き強化しようということで、アポヤンド、はい要は指弾きでね、どうしても人差し指ばっか使いがちなところをこう中指使ってこう2本でね、本当はなんかもうね、フォーフィンガーとかもするみたいですけど、とりあえずまあ、
2フィンガーなのかな、これは2フィンガーか。でこうデレレレレレっていうね、まあ、8ビートぐらいはこの2本指使ってデデ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 デってできるような感じにしていこうと思ってやってたんですね。まあミドルテンポの曲を。で今日のはちょっとテンポ早いからいい練習にもなるかなと思ったんだけど、ちょっと時間なかったもんでね、もあるし、こっちをね気にするとやっぱベースラインがね、どうしてもやっぱこっちでできる範囲内っていう制限が出ちゃうんで、それなりになるんですよこっちがね。今日のはちょっとねベースラインを思いっきりね、もうブリンブリンにグネングネンにしてやりたいと思ったんで、もうピックにしようと鼻から、はい、思いまして、やったんで、今日はね左手がねすごいですよ、すごいですよって言うと、お師匠がすごくねえよって言うんだけどね俺的にはすごいの結構ブリンブリンしましたよ、はい。まあ使い分けというかね、ピック弾きのベースだって私嫌いじゃないですからね、なんて言ったってギター弾きのベース野郎ですから、やっぱりねピック嫌いじゃないんだな、これが。でやってみました。はい、結構忙しいベースですけど、まあ改めてね、そのこっち、まあ、指弾きは指弾きですね、楽しいしいいんだけど、こうピックで弾くことによってこっちのもう自由度がもう、まあ、ほぼねピックを持ってればほぼこっちはもう何やってもいけるんで、まあ、そういう楽しさもありますんでね、まあ、曲によってとか、まあ、気分によってとかいう感じで使い分けしていけばいいんでなかろうかと思います、はい。でまあベースはそんな感じなんでね、まあ、そこそこつきまして、あとドラムがね、これ結構ね、ギターで弾いてる時からね、キメのリズムというかタカタタンみたいな感じなリズムと、あともうこれ3連だろうなと、タカタ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 だろうなと思ってはいたんですけど、やってみたらなかなかね、結構これリズムに乗るのがね難しくって、その3連もね、まあ、はたけてはいるんですけど、なんかねちょっとあーみたいな感じでちょっとやり直したりとかしたりしまして、ちょっと手こずりましたけど、はい、まあいい感じになったんではなかろうかと思います。はい、まあ、ちょっとねベース、練習しとかないとちょっとねいかん状況といいますか、いかん案件があるので、まあ、ちょっと喉の不調だったので、はい、それを利用してまあ歌は歌わないんでね、その分の尺があるんで、 歌い入れがないんで、ベースとドラムを結構がっつりやった1週間でございましたけども、はい、明日ぐらいはどうかな、歌はいけるかな、まあちょっと様子見てですけどね、まあ本当におとともの皆さんもお喉は大事になさってくださいね、無理しないようにね、はい、もしなんかねやっちゃうと皆さんいいお年だから、私も含めて、もっと戻んなかったら大変なんで、はい、喉は気をつけてやりましょう。はい、ということで、今日はちょっとベースね、はい、久々にピック弾き、して攻めたベースでございますんで、ね、はい、その辺を注目してお聞きになっていただければと思います。中間の歌、はい、歌詞もねまあまあそこそこうまく書けるんじゃねえかと思ってる曲なんで、聴いてみてくださいということで、タムランチでございました。それでは今日はこの辺で。